本当に地域密着というか、本当に小さい、まあ、他のなでしこリーグのクラブと比べたら小さい町だと思うんですけど、本当におじいちゃんおばあちゃんだったり、ちっちゃい子供だったり、まあ、たくさんの方が応援に来てくれて、まあ、普段会ったりしても声かけてくれるし、本当に人は温かいところです。午前中は、パス練習やシュート練習など、そういうテクニック系のものが多かったと思います。はい、午後はタイ人や紅白戦を中心にやりました。今年に入って、何度かなでしこのキャンプは行われてるんですけど、まあ、それでもメンバーが入れ替わったりだとか、まあ、期間が短かったりだとか、なかなかこう積み重ね、もっと積み重ねていきたいって思う部分が多いので、まあ、今回国内合宿でそれが十分にできる環境が揃っていると思うので、チームとして積み重ねていくところを、はい、意識高くやっていきたいと思っています。まあ、普段リーグホームで戦っているところなんで、そこでなでしこジャパンの一員として戦えることにしっかり責任を持ってチームに貢献できるように、そしてチームが勝てるように頑張っていきたいと思います。国内で試合が行われるすごく貴重な機会なので、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて、私たちはいい試合ができるように、みんなでいい準備をしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。